俺さ、仕事辞める。仕事辞める。もう決めた。いろんなものに余裕があるならば、また話は違うかもしれないけど、うん、別に。終了。どう？ああ、もうやだ。もうやだ。やだ、それは。いいじゃん、なんかこういうのでさ。はい、え、撮れた？わかんない、一回見てみよう。これ靴下は履くの？後で履く。後で履くの？こっち置いとけよ。うん。こう上でいい？そこの上でいい？うん。かわいい。ね、かわいいよね、ほんとに。今日は寒いかな。いや、でも天気いいからそうでもないんじゃない？昼間のうちは。夜は寒くなるかも。俺も着替えようかな。うん、着替えてる。そこに置いてるさ、T シャツ取ってよ。あ、そっちじゃないんだよ。左側のやつよ。うぇー。左側のやつ、緑色のロンT。どれ？早くーん。なんだよ。え、なに？かぶせてくる感じか、もしかして。じゃあ、かぶせてね、どうせ上切るから、かぶらねえから、気もし、きしょ！お腹すいたなぁ。いい、何着よう。服がなくってさ。なんでもいいよ。まあいいや。なんでもいいよ。うっしょん。うっしょん、うっしょん、うっしょんゴリラ。うっしょんゴリラの。何うっしょんゴリラ。ふんふんふん、僕が命名した。ちょっと、しょうちゃん。翔ちゃん。何？翔ちゃん。何？何？聞いて。聞いてるよ。どうぞ。何？聞いてるよ。俺さ、うん。仕事辞める。なんで？もう決めた。何するの？え？もう、YouTube、一本、しようかなと。いや、もう決めたんだよね、俺の中で。いや。俺の中で、もう、いや、これじゃダメだなと思ったの。なんか、何を？なんか今、中途半端な感じになってんねん。いや、中途半端じゃない、中途半端じゃない。仕事も、YouTube も。いや、中途半端じゃない、中途半端じゃない。全部頑張ってんだよ。どっちか一本にした方がいいかなって思った時に、うん。いや、YouTube かなって思ったんだよね。いや、そんなね、ちょっと、違うじゃん。何が違うの？違うじゃん。で、ほら、もう退職届ってさ、うん、1ヶ月前には出さないといけないじゃん。うん。でも俺、今年で辞めようと思、もう決めたからさ、うん。退職届も出したんだよ。嘘でしょ？いや、ほんとね、ほんとに。いや、はい？だから、もう12月、はい、12月いっぱいで退職。え、ちょっと待って、なんでだよ。どういうこと？いや、どういうこともそういうことよ。こういうことよ。ねえ、もうそれは違うじゃん。なんで？俺が決めた。違う、別にそれはあのさ、別に頑張ってないとかさ、どっちがどっちとかっていう話じゃないじゃん、そんな。俺が決めたの。相談しなかったのは申し訳ないなって思うけど、いや、翔ちゃんは、許してくれると思ったんだよね。いや、許す許さないじゃないけど。二人で YouTube 頑張っていこう。いや、そりゃ、頑張るっていうか、うん、わかるけど、それは、俺は嬉しいし、見てる方も嬉しいとは思うけど、うん。いや、正直ね、やっぱ給料がなくなっちゃうから、いや、生活は、無理、うん。苦しくなるなとは思うのね。でもさ、なんかその苦しみを乗り越えてこそみたいなところあるじゃん、なんか世の中って。いや。なんか苦しんだもん勝ちみたいなところあるじゃん。うんとは言えないよ。だってもうしょうがないじゃん。もう出しちゃったもん。
めっちゃいろいろいろんなものに余裕があるならばまた話は違うかもしれないけど、うん、別に大富豪なわけではない、うん、まあそれはそうだけど、ね、でもほら多少の貯金はあるしさ、うん、あるかもしれないけど、うん、え、翔ちゃんはさ、はい、お金と俺どっちが大事なの？お金は仕事と俺どっちが大事なの？いや、そういうことじゃないじゃん。お金は大事だよ。お金なきゃ生きていけないもん。まあそうね。お金、本当に、お金ですかとかいう話よくあるけど、うん、お金なきゃ生きていけないものだから、お金は大事だし、お金なければみんな生きていけないものだから、それは痛いほど知ってるつもりではある。うん、そうね。何もできない、お金なきゃ。うん。だから。でももう出してきちゃったよ。いや、まあ、うん、まあ、いや、まあ、世間的には、旦那さんが一人とか、まあ、うん、ね、奥さんが一人で、頑張ってる家もあるとは思うけど、うんうんうん。うん、でもまあ、なんていうかな、うん、ちょっと、考えた方がいいと思うけど。だってもう考えた方がいいって言っても、俺も出しちゃったもん。出しちゃったもんじゃないじゃんよ。考えた上でやんなきゃダメでしょ。なんで言わないのよ。え？でも俺の中で決めたから。ダメだよ、そんな考えじゃ。うんって言えないよ、そんな。じゃあどうしたらいい？話し合ってよ。なんて？ダメだよ、そんな。やっぱりやめますって。やめませんって。あ、やっぱりやめませんって。やめますってことやめませんって。やめますってことをやめませんって言うところ、ね、やめますじゃあそれやめますってことをやめますってことあ、そう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 いや、やくじいな違うの別にそれをなんか量がどうとかなんかその応援してないとかそういう話ではなくって、うん、単純に働ける、うん、っていうか自分に時間とかあったりとかそういう場合だったらまだ、うんで、健康状態だったら働けるだけ働いて、貯蓄とか、うん、楽しみをもう少しだけちょっと、取っといく、うん。うん。で、別に、今もまあずっとやってきたけど、YouTube は、うん、その、時間ある時に、例えば何本か撮ってとかっていうのもできるじゃない。うん。そうしてる人も、が多いと思うし、うんうんうん、だから、それで、いいんじゃないかな。で、大丈夫？って言うじゃん。って言うじゃん。うん。もう嫌なのよ。仕事かな。うん。合間に YouTube を撮るの。もうがっつり撮りたい。はぁ、もうどうし絶対無理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 。りょうちゃんは無理。りょうちゃんは無理無理。なんで？監視されたくないとか言うんだどうする？なんかあれでしょ？占いで言われたことを信じてるわけでしょ？りょうちゃんは今のままで、だから別に違うの。YouTube とかに関してはもう休みの日何本も撮れるっていう風にはできるわけじゃない、うん、だから別にそこまで、なんていうのかな。そんな思い詰めてやんなくていいじゃない？そんな、いや、嬉しいと思うし、そういう風にしてる人も中にはいるから何とも言えないけど、うん今の生活が別に合ってないわけじゃないと思ってるから。うん。ひょにょ。じゃあちょっと最後にさ、最後にもう一個だけちょっと確認したいことがあるんだけどさ、いい？いいですか。俺がさ、急に仕事辞めたいっていうことを翔太に伝えたら、翔太がどういう反応するかっていうのを今やってるんだけどさ、この先どうしたらいいと思う？痛っ！ねえ、もう本当にもうさ、もう本当もう、ああ、もう本当に。だって、めんちゃい。本気で思った？本気でやめると思った？
いや半分やめるっていう風なことを相談してくれるだろうなと思ってたけど、うん、まさかもうやめ退職届出してきたって言うとは思わなかった。じゃあもうそんなん撤回してもらおうと思ってた。やめませんやめれるわけないじゃないのよ。生活どうすんのよ。できないでしょ、うん、そんなバカじゃないからそんなやそんなやめたいなんて言いません。やめれませんひょにょ。というわけで今回はしょうちゃんにモニタリングをしてみました。僕が急に仕事を辞めるって言い出したらしょうちゃんはどういう反応するかをやってましたよっよじゃないよどうだった、焦った、なんで舞なんか舞い上がってんなどういうつもりこいつみたいなね、うん、思った。冷静なしょうちゃんだったな、うん、はいはい、というわけで、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います、はい、気に入っていただければチャンネル登録と面白いまた見たいと思ってもらえたら高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。